ことが書いてあったんですけど、はい、ちょっとこう具体的にお話ししたらいいですか。はい、息をたくさん吸った後に音を出そうとすると、うん、息をそのちゃんとしたアタックで吐こうとして出そうとすると、うん、その息だけ流れて音が出ないっていう状況になっちゃうみたいな感じです。息をたくさん吸って発音した時にこうスーッと息、音が出ないってことですね。はい、わかりました。でちょっとそうなってる場面を見せてもらっていいですか。はい。今のは、米韓解放ですか。はい。米韓解放。じゃあね、試しに同じ指で、はい、1個上にの音で出る D の音、全く同じ吸い方吹き方で狙う音をちょっと変えてみます。 D の音吹いてみます。はい、すんなり出たよね。はい、だから口が言ったらいいかな。狙ってる音より高い音にセットされてたんです。はい、その原因は何でかわかんないけど、その逆のこともね、起きるときは起きると思います。はい、でもそういうときって、プスってなる、どうかな。プスーとはならないかな。音が出だしのところでぐちゃってなる感じかな。まあ、なので、ホルン吹くときに、こう、せーの、なんかスタート。それが一音であれ、フレーズであれね、スタートの音がプスーってなるとか、なんかぐちゃってなるとかしたときに、あ、うまく出なかったって結論付けるのがまあ普通なんだけど、今ので言うと、あ、Dがうまく出る口で吹いてたっていう意味なんですね。で、そういうふうに、その音が特に外れた時、出なかった時に、狙ってるのと違う別の何ならうまく出る吹き方してたんだろうって考えると、うまく、別の結果だけどうまくできる方法と、がまず見つかって、そこから、じゃあ本来狙ってた結果にするにはどうしたらいいかなって道筋が見えやすくなるんですね。だからもう、こう、周りとの競争とか、いろいろ外からぐちゃぐちゃ言われることが少ない今のうちに、ホルンで起きるすべての結果をちょっとそういうふうにこじつけて解釈する癖をつけとくと強いかなと思います。ね、それが若いうちからそうやって考えとくと、ある種ハートが強くなるっていうか、本番でポロンって外しても、ああ、しまった。ハイベー吹くはずが、ハイデーの口になってたわ、って。なんていうのかな。間違えたってことは、それは間違いだけど、なんていうのかな。ああ、あっちやってもうた、みたいな。一塁に投げるはずが、間違えて三塁に投げちゃった、みたいな。まあ、考え方ですね。じゃあね、さっきの吹き方が、デーがうまく出る吹き方だとしたら、ベーはどんな感じかしら、もしかしてこんな感じかしらって、自分の頭の中でちょっと、何でもいいから少しだけイメージを変えて、それでいっぱい吸って発音するっていうのを試してみてください。今度は B フラットで、ベーで。
今のは、最後うまく出た感じする？はい。どうかな、そのメールに書いてあったこと。あ、でももうちょっとやっとこうか。なんか音階でやってみましょう。はい。F 音階か B 音階以外の音階、何か一個選んでおいてください。ですか、B 以外ですか。何でもいいです。ベイドゥア。ベイドゥア。何でもいいだよ。あの、ベイドゥアと F ドゥア以外だったら。セイドゥア。うん、じゃあやってみましょう。今全部 F 管で吹いた？F まで F 管で吹いて B から B 管でした。え、じゃあ同じやり方でテンポを1,2,3の、のろろろろりろろで、一息で上がれるようにしましょう。はい。で、それのオクターブ下バージョン試してみましょう。今スタートの杖、上の杖も下の杖もスタートの時ね、どっちも割とすんなり出たよね。うん。じゃあここでベイドゥアに戻ってみよう。下のベイからのベイドゥア。じゃあオクターブ上？そうそう、うん、うん、出だしは今すんなり出てますね。うん。どうしてかな？ごめん、ちょっと機械がホルンの音量に合っちゃって声を拾ってないから、もうちょっと大きい声で喋れる？ちょっと牛迷って途中で持ってしまった感じがします。もう一歩大きい声でお願いできる？牛がちょっと迷って止まったなって感じはします。うん、それって発音の話とは別の話じゃん。はい。発音は今、杖、真ん中の杖、下の杖、真ん中のベイ、下のベイ、全部すんなり出てたけど、なんで出たんだろう。間違った理由が分かってきて、うん、その、ちゃんと音に合った口を考えて吹くことをして、うんうんうん、ちょっと当たり始めたかなって感じがします。ということは、この1週間一人で練習してる時にもしかしたらなかったかもしれないアイディアが、スタートの音はこんな感じってこうちょっと狙って吹くっていうのが意外となかったのかもしれないね。はい。まあじゃあ大変重要かつ便利な一つアイディアを学んだわけだ。Okay、じゃあ技術的なこと。